温暖化による影響はもはや途上国だけの問題ではありません。異常気象でたくさんの人が大雨や洪水の被害に遭った。もしかしたら私や私の家族が住んでいる地域でも同じような被害が起きるかもしれない。もし気温が2度上がればサンゴの 99% が死んでしまうんだって。このまま森林伐採が続けば動物が住む場所や CO2 を吸収する木々がなくなってしまいます。今100万種以上の植物や動物に絶滅の危機が迫っているって知ってる？北極の氷は溶け続け、およそ2万6千頭しかホッキョクグマは生き残っていない。皆さんが便利と思っている大量消費社会によって多くのエネルギーが使われ、ゴミが溢れて自然が破壊されていっています。このまま扱い捨てプラスチックを使い続けて5年後、地球と人間がプラスチックに埋もれるのが嫌ですよね。地球を汚し、私たちの健康にも害を及ぼす化石燃料か、持続可能な自然エネルギーか、選択権は私たちにあります。今の対策のままだと地球の気温を2度大きく超えて上昇してしまいます。僕らの未来を守るには世界が、日本が行動する必要があります。世界中の学生たちが自分たちの未来を守るために声を上げています。何か行動を起こすのは今からでも遅くない。皆さんはどう思いますか？私たちにも生きることがある。一緒に動く仲間を増やそう。地球のためにつながろう。Unite for us.